すみません、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。皆さん、吉村井の国が市民の味方になって帰ってきます。それでは皆さん、お待たせをいたしました。ただいまから大阪市市長の候補者予定者吉村博文が皆さんにお伝えをさせていただきます。皆さん、こんにちは。こんにちは。吉村博文です。今度挑戦、今日挑戦します吉村です。橋本徹の仮面をかぶった吉村です。そうや、今簡単なことを言われてます。相手の柳本さんから、あんた橋本徹の仮面をかぶった、そういった子じゃないかというふうに言われてますけども、ただ一つ僕が言えることは、僕は共産党の仮面はかぶりません。そうや、僕は労働組合の仮面はかぶりません。本当の改革をしなければならないときに、この選挙票が欲しいのは分かりますが、理念や政治指導が全く違う自民党と共産党が一緒になるような政治に絶対に戻しません。ぜひ皆さん、しっかり頑張っていきます。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。皆さん、ちょっと思い出していただきたいんですが、大阪維新の会が生まれる前、平成22年大阪市に衝撃的なニュースが流れました。どういったニュースが流れたかというと、この大阪市は平成27年5年後、まさに今年です、何もしなければ破産する、夕張になる、そういったニュースが流れたんです。まさに5年前、大阪維新の会が生まれる前の大阪市役所は、大阪市は本当に赤字が積もり積もって、そして夕張になる破綻寸前の状態だったんです。それを我々維新の会、しっかりと、本当に会社で言えば倒産寸前のこの状態だった会社、それを引き継いで、今この大阪市は黒字に変わってます。そしてその借金も4000億円減らしていってます。過去の古い政治に戻せば、また同じような借金まみれの大阪になってしまいます。そういった政治に絶対戻してはいけない、そのように思います。もし夕張のようになれば、皆様の今受けていらっしゃいます医療や教育や福祉といったサービス、住民サービス、当たり前のように受けているこのサービスが止まります。そして鉛筆1本役所で買うにも、国の管理下に置かれてしまう大阪市役所、大阪市はまさにそんな状態だったんです。たった5年前ですよ、5年前、そんな状態だった。大阪維新の会、さまざま批判されます。確かに100点満点の政治じゃないかもしれないです。修正するとか修正する、私しっかり修正するとこは修正していきたいと思いますが、一つ言えること、それは大阪維新の会がやったこと、自分たちに厳しい政治、政治家に厳しい政治、これだけはしっかりとやってきました。だいたい政治家が自分たちに甘い政治をする、それによって役所がどん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 膨らんでいく、天下りも増える、厚遇問題が生じるんです。政治家が自分たちに厳しい政治をしなければなりません。維新の会、これをやりました。議員定数、ありがとうございます。議員定数、大阪府議会で 20% 削減、そうや、109人から88人、21名も削減したんです。3割報酬カットもやりました。大阪市でも同じような議案を出してますが、反対があってできてません。そう、いつでもどこかが賛成すればできる状態にしてあります。実はこの議員定数の 20% 削減というのは、本当に政治家にとってやりたくない、そういうことなんです。私が国会、ついこの間まで国会におりました。今回大阪市長に挑戦するということで国会議員辞職しましたが、先の国会7月、ちょうど参議院です。思い出してみてください。参議院は定数を変えなければならない。最高裁判所から参議院は議員の
人口の1票の格差があるから定数削減しなさい、今のままだと違憲ですよ、憲法違反ですよって最高裁判所に言われたので、参議院はそういう議員定数の改革をすると言っていろいろやってました。ああでもないこうでもない言いながらやってました。最終的にどういったことになるのかなというふうに思って見てました。結果10増10減10個増やして10個減らす、結局増えてるのか減ってるのか分かんない、そんなことしかできなかったのが国会であり、そして他の政党だと思います。維新の会以外、議員定数削減というのはそれぐらい難しいこと、それまず維新の会はやりました。自分たちの厳しい政治をするためにまず自分たちの厳しい改革をしました。それによって天下りたくさんありました。それも変えていったんです。議員定数の削減もやりました。しっかりとそういう改革をやっていって、そして財源を生み出したんです。維新の会それをやりました。皆さん、これまた後で橋本市長から説明があるかと思いますが、大阪市でやった改革です。まずここ消防署削減になりました。私もこれやります。柳本さんこれ何も言ってないですよ、消防署について。そしてここにはありませんけれども、大阪府先ほど言った 20% の削減をやって、そしてだからこそできた改革というのがこちらの公務員改革なんです。本当に良かった。職員の厚遇問題、民間と同じぐらいのそういった基準に戻してください。例えばバスの運転手、いくらぐらいの報酬があったかご存知でしょうか。よくご存知で、1000万円以上の報酬、会社係というのがつけば1300万円を超えるような、普通の民間のバスの運転手さん倍以上の報酬を取ってたんです。同じことをして、皆さんの大切な税金です。じゃあそれでバス事業が黒字かといえば大赤字だった。大赤字であるにもかかわらず、本来の会社であれば、大赤字であればまずトップが身を切って、そして申し訳ないバスの運転手民間と同じぐらいに下げてくださいというのは普通ですが、そういったことは一切しない、どん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 赤字が膨らむ体質だったんです。それを変えてきました。それを変えることで人件費、橋本市長が生まれる前の2305億円から1969億円、約400億円財源を生み出すことができました。これは毎年毎年400億円が生まれるんです。その400億円で皆様の医療や教育や福祉といったそういったサービスをすることができるんです。逆に言えば、今までそれをしてこなかったから皆さんの住民サービスはほとんど行かなかった。お金が行くところが政治家であり公務員であり、皆さんのところにお金が行ってなかったというのが今までの大阪市役所だったんです。それを変えました。天下り団体、これも本当にひどかった。72団体から30団体半分以上、42団体に減らしました。天下りも本当にひどい。職員が退職して、そして退職金をもらって、そしてその後にちゃんとポストが準備されている、そしてそのポストにつけば本当に大きな、例えば1000万のそういった年収がもらえるようなポストが準備されているのがたくさんあったんです。それを維新の会しっかり変えてきました。天下りの数、これも1400人から400人、1000人削減しました。天下りについては一番厳しい基準、一番緩かった大阪市で一番厳しい基準を作ったのが維新の会なんです。それがなぜできたかといえば、自分たちに厳しい改革をまずやった、政治家にとって厳しい改革をやって、だからこそ、すいません、公務員の皆さんも生活があります。その生活があるんだけれども、民間に合わせてください。今大阪は火の車、赤字、大赤字、申し訳ないですけれども民間レベルに合わせてくださいということでやった改革がこの改革なんです。それで毎年400億円以上の財源を生み出すことができてます。こういったこと、これなかなかできないんです。それをやってきました。私が衆議院に行った時に、仲間の議員もこの大阪の改革を全国に広げたい、そういう思いがありました。今もあります。委員会でやりました。大阪では議員定数これだけ削減やりました。天下りこれだけ厳しい基準をやった、これだけ公務員
厚遇問題正してきましたよというのを委員会でやったときに、委員会から地方の国会議員は、そんなこと大阪でやってるんですか、そんなすごいこと大阪でやってるんですか、そういったどよめきが起きたんです。それぐらい維新の会、普通の政治ではできてこなかったことをしっかりとやってきました。これを私は引き継いで続けていかなければならないというふうに思っております。昔の政治家のための政治、談合政治、野望政治に戻してはいけない。本当に借金まみれの大阪になってしまいます。この借金誰が払うのかということなんです。私40歳、子供3人おります。この子供たちや孫たちがこの借金を背負っていく、そういった大阪ではあってはならないと思います。今できること、それは政治家自らがしっかり身を切る改革をして、そして公務員の厚遇問題、これ正していきました、それをなくして、そして財源を生み出すと、そして普通に医療福祉教育にしっかりとお金を回していく、そういった政治をしなければならないと思います。維新の会、いろいろ批判はされましたけれども、その政治をしっかりとやってきました。そして維新の会がこの改革の話をすると、常に維新の会はカットカットカットの話ばっかりだと言うんですけれども、そうじゃない、しっかりと財源を生み出して皆さんの教育、福祉、そういったところにお金を回してきたんです。これはなかなか報道されないんですけども、しっかりとこれをやってきました。カットだけじゃない。まず一つ、子どもたちの未来への投資です。高齢者所得の考え方については後でお話しさせていただきたいと思います。子どもたちの未来への投資、皆さん米百票というお話聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか。昔小泉元総理が米百票という話をした、そのお話聞いたことある方いらっしゃいます。ほとんどいらっしゃらない。ちょっとその話をさせて、簡単にさせていただきたいと思います。昔明治のこと、長岡藩がありまして、そしてその長岡藩、戦争に負けちゃった、そして田畑を取られちゃったんですね。でお米が取れなくなって、ちょっと皆さんのその藩の生活が苦しくなってしまった。その時お隣の藩から米100俵を送られたんです。それで長岡藩の人たちは、ああこれで 2,3 日お米がたくさん食べれる、よかったよかったと言っていたんですが、長岡藩の藩主小林虎三郎というこの長岡藩の藩主は何をしたかというと、この米100俵を皆さんに配らずに、それを売って学校を建てたんです。医学学校を建てました。今松井知事が登壇されました。そしたら長岡藩の人たち怒るんですね。なんだ米でお腹いっぱいになると思ったのに、どうしてそんなことするんだ。その時に小林虎三郎こう言いました。この米100俵は今食べてしまえば2日3日ですぐなくなってしまう。でもこれを売って学校を作れば将来の1万俵、100万俵の米になる。そう言って皆様を納得してもらう。まさに教育の精神で私こういうことだというふうに思っております。維新の会もしっかりとやってきました。財源を生み出して将来の子どもたちに投資する、子どもたちが勉強しやすい環境、子育てしやすい環境を作るというのが大切だというふうに思っております。維新の会がやったこと、この次世代への重点投資、ほとんどこれ言ってなかったんです。子どもたちに予算が言ってなかった。これなんでかっていうと、僕たちにも原因があります。現役世代にも原因があります。僕も子供がいる現役世代ですが、現役世代、子育て世代というのは選挙に全然行かないんです。投票率がすごい低い。政治家は現役世代の方は一切向いてなかった。これは現役世代にも問題があると思いますが、ただあまりにもひどかったのがこの大阪市政。大阪維新が生まれる前、これだけしかなかったこの教育予算を無駄を削減すること、これ増税したり皆さんに負担を求めるやり方じゃなくて、無駄を削減することで60億円から400億円まで約5倍増やしたわけです。そして何をしたかというと、
ここにあるような待機児童、これを解消、それに大きなお金を出し、そして子どもたちの医療費助成、大阪維新の会が生まれる前の子どもたちの医療費助成は本当にひどかったんです。小学校入学までちょこっとあるぐらい。しかしながら大阪維新の会、中学校卒業までしっかり医療費助成をすることを実現しました。あと中学校の給食、全国では8割9割中学校の給食があるけれども大阪ではありませんでした。確かにきちんと弁当を持ってくる子どももいるんですが、中にはジャムパン1個、食パン、ご飯をもそもそも持ってこない中学生も結構いる。そういった子どもたちは放置されておったんです。しかしながら中学生の育ち盛り、しっかりと栄養のあるご飯を食べて体をつけて、そしてきちんと勉強する、そういった環境を作らなければならない。そういった意味で中学校給食を導入しました。今おいしくないおいしくないと言われてます。私の代になればおいしい給食を実現しようと思いますが、大切なことは全く中学校給食がなかったことを実現したということなんです。それをさらに進めていきたいと思います。同じようにエアコン設置にしてもそうなんです。本当に暑い暑い中で子どもたちがやっていた。この都会の大阪ですから夏になれば本当に教室の中は暑いんです。多くの子どもたちが集まる。そういった中で熱中症の危険もありました。そこを改善するというので小中学校のクーラー設置、これをやりました。その代わり夏休みはちょっと短くして一生懸命勉強してもらう、そういった環境を整えました。要は子ども教育予算を増やして、この大阪の子どもたちが、先ほどの米100票の精神です、しっかりと勉強して、この大阪、ずっとこの大阪に住んでもらって、そして大阪を支えるような子どもたちをたくさん、この大阪住んでよかった、この教育しやすい、子育てしやすい、そんな大阪を作っていかなければならないと思います。これはさらに推し進めていきたいというふうに思います。そして高齢者政策、今回自民党、共産党、民主党の連合の相手方は敬老パスを復活する、50円負担をなくします。今敬老パスというのは3000円の年間の負担と50円の負担をお願いしています。実はこれただでは、使う人はただなんですけど、これは実はすごい税金がかかってたんです、うん、大阪維新の会が生まれる前は実はこれに90億円、そして高齢化社会になるところで100億円になるような、そんな状況だった。これ全部税を投入するような仕組みだったんです。それを大阪維新の会変えました。申し訳ない、子供でも単独料金払ってるので50円だけ負担してくださいというお願いをしました。それによって30億円の財源が生まれました。その30億円で他の高齢者施策、そういったことにお金を回すことができてるんです。ただ例えばこの選挙前にね、この50円の負担をなくすというのは確かに相手が言うのもわからなくもありません。私の応援してくれる、支援してくれる中に私を応援してくれる人ですよ、私を応援してくれると思う吉村さん、この50円なくなるというのは高齢者にとって大きいことなんですよと、あまり甘く見てるとこれダメですよ、私は大丈夫だけどそういう声もちゃんとあるんだよ、そういうことをちゃんと言っております。お金がジャブジャブいくらでも上がってくるんであれば、確かにこの50円の敬老パスというのは元々あったことを維持できたかもしれないですけども、今本当にそれだけ大赤字、先ほど申し上げた夕張のような状況になるようなこの大阪です。すいません、50円だけ負担をお願いする、それがこの選挙でも私は言おうと思っております。厳しい財政の中その負担をお願いしようと思ってますが、ただ我々の高齢者施策の考え方、これは本当に行政の助けを必要としている高齢者の方たくさんいらっしゃるんです。例えば独居老人の方、今こうやってお越しになっている方は元気な方、こういったところにも来れない独居の高齢者、そして身寄りもない、外にも出れない、そういった高齢者の方もたくさんいらっしゃるんです。もし地震や災害が起きた時に一番最初に被害を受けるのはそういう方なんです。今住吉区で先行的にやってます。3億円か4億円ぐらいかけてやってるんですが、行政としてどこにそういった支援を必要としている高齢者の方がいらっしゃるのかをきっちり把握しようと、そしてもし災害や何か問題があればすぐ、あこのおじいちゃん、あこのおばあちゃん駆けつけれるようにしようというのを今住吉区で先行的にやってます。そういったことを全市でも私広げていきたいというふうに思っております。そしてもう一つ、待機高齢者と言われる問題です。確かに待機児童も多い、これも私解消していく、維新の会解消していきました、さらに解消していきますが、待機高齢者という問題もあるんです。
特別養護老人ホームに入りたくても入れない方がたくさんいらっしゃる。これは平成29年までに待機高齢者がゼロになるような、そういったスピードで今特別養護老人ホームの整備を大阪市に進めております。これは前へ前へと進めなければならないと思います。要は皆さんに広く浅く、例えば地下鉄に乗るような、いわゆるその受益を利益を得るような時はちょっと対価を払っていただきますけれども、本当に支援を必要としている高齢者の方、そこにはしっかりとサポートをする、そういう大阪市、そういう行政をしていきたいというふうに思っております。これが我々維新の考え方、広く浅く、例えば経路パスを束にする、それは今の財政できないですけれども、そこは申し訳ないですけど我慢してください。健康な方もいらっしゃる、我慢してください。子供も半額払っている、我慢してください。ただそれで浮いたお金でしっかりと本当に助けを必要としている高齢者の方にお金を待つ、維新の会がやっている、これをもっともっと広げていきたいと思います。自民党、共産党、古い政治、政治家に甘い政治が復活すれば、これからますますこういったことができなくなると思います。古い過去の政治に戻さない、それがまず私が今回大阪市長に挑戦しようと思った大きな理由です。そしてもう一つ、私が国会議員を経験して思ったことを、今一つ橋本市長と松井知事、今一つの方向を向いてます。一つの方向を向いて国に要望していきます。大阪こういうことしたいんですって国に要望してくる。今は一つですけれども、もしこれが方向性が違う市長と市になれば、バラバラに国に対して要望してくる。国から見たら一体大阪市が代表なのか大阪府が代表なのかわけわかんないような状況になる。国から見て思います。大阪市と大阪府本当に成長したいんであれば、大阪の成長戦略一つにして、どんな大阪を目指したいのかしっかり一つでまとめて、そして国に対して突きつける、経済社会に突きつける、国際社会に突きつける、そういった強い大阪というのを作らなければならないと思います。そしてそれを作ることができると思ってます。今自民党、共産党、民主党、それぞれ市議会、府議会、縄張り争いをやりますけれども、それといったことは国から見れば胃の中の蛙の話、ちょっと置いておいて、大阪がどうすれば成長するのか、そういった視点で大阪を見れば、必ず大阪は東の東京にきっちりと対抗できるような、西の大阪というの、大阪が日本、西日本の基軸都市になるような大阪が築けると思います。しっかりとこの大阪、この日本の中で東京一極集中主義はもう無理、私東京にって思います。東京一極集中主義は持ちません。必ず日本に、西日本にもう一つの軸を作って、東の東京、西の大阪と言われるような街を作りたい。そして子供たち、孫たちがこの大阪に住んでよかった、どん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 もっと大阪成長していこうよ、いろんな人が大阪に集まってくる、そんな大阪を目指したいと思います。私は相手の候補の柳本さんみたいに70年間家業をずっとこれやってませんけれども、そうも70年やってるということで、過去の大阪、これだけむちゃくちゃな大阪にした責任を取ってほしいぐらいです。私は、私の父親はサラリーマン、私の子供3人いますけども、それぞれやりたいことをやってくれたらいいと思います。私は今こうやって政治をやっている、そのパワーの源、それはこの大阪、もっともっと良くして、もっともっと強くして、そしていろんな人が大阪に集まって、この大阪に住んでよかった、生まれてよかった、そういった大阪を作っていきたい、ただそれだけが僕の原動力です。しっかりとこの大阪を作るように頑張っていきたいと思います。ただ自民党、民主党、共産党が一つになったら強いです。それが票が集まる、固定票がある、本当に厳しい戦いになりますけど、皆さんの後押しがあれば大阪は必ず前へ進むと思います。維新の会の考えの方が私は大阪正道だと思います。どうぞ皆さん、維新の会、そして私の背中を後押しをお願い申し上げまして、私もお伝えをさせていただきます。本日は本当にありがとうございます。それでは松井知事にバトンを譲りたいと思います。皆さんどうもありがとうございます。ちょっと日も、落ちてきましてね、寒くなってきましたんで、ぜひあのお風邪などをひかれないようにね、していただいて、ちょっと耳を傾けていただけたらと思います。まあ、ありがとう。選挙っていうのは政策を選択をする、そして政治っていうのは皆さんと約束をした政治、政策を実行したかどうかを一番評価をしてもらわなければなりません。西成の皆さん、今回ね、ちょっといろいろ悩まれると思うんです。
やっぱり我が町西成から市長に出したらどうなのかな、そういう話もあると思うんですけどね。僕が言いたいのは今、僕と橋本市長です。まさに今この僕と橋本市長ほどね、西成の皆さんと真正面から向き合ってきた政治は大阪で初めてだと思うんですよ。徹底的にやってきましたよ。ここは自信があるんです。相手陣営ね、本当に僕らが何にもしてこなかった、都構想にかまけて一切何もしてこない、そればっかり対立を生んだとか何とか言いますけど、いや、連携協調しなければならないのは、一番大事なのは大阪府と大阪市、これが対立するのが一番ダメなんです。大阪府と大阪市が一つになる、一つになってこれまで言われてきた西成のさまざまな問題、真正面から取り組んできました。僕と橋本市長で西成特別対策、もう特別扱いで、この西成の諸問題に、真正面から向き合って今、僕も何度も視察に現地に来てます。西成において薬物の問題が非常に大きくなって、警察力強化をしましたよ。徹底してそういう拠点を今警察が叩きに行ってくれております。だいぶ減ってきたと思いますよ。これはそうやそうや、ゴミの問題も橋本市長が大阪全体一律で9時以降しかそういうゴミを取れないという問題も、西成においては子どもたちが通学するルート、このルートについては特別に1時過ぎからもうゴミを取ろう、それも特別にやってきました。そしてもう一つ、まさに西成が今活気がだんだん出てきております。それは何か、要は大阪府と大阪市で今一帯でインバウンドのお客さん、海外からのお客さんを呼び込もうということで観光局というのをもう3年前に設置しました。でこの観光局でどうすれば大阪にまずお客さんが来てくれるのかな。大阪というのはいいとこなんです。まずはもう皆さんのホスピタリティ、おもてなしの心がすごくあるし、食べ物は美味しい。大阪で外国からお客さん来たら大阪の人は大概あんたどこ行くのと、英語もできへんけど喋りかける。そしてその人たちが困ったことがあればね、で手助けをする、そういう大阪人のホスピタリティ、おもてなしの心、こういうものが世界中に伝わっていけば、ね、必ず僕らは大阪に大勢の人が来ていただけると、その確信をしてました。だから橋本市長と一緒に府市一体となって観光戦略というのをやったんですね。で今から3年前、この大阪に来ていただける観光客の総数は1年間で160万人、今年、速報値でいくと500万人は間違いなく超えます。これは伸び率は東京以上です。ホテルの稼働率も東京以上、百貨店の売り上げも東京以上、そして西成の今のこの周りにある宿舎に大勢の外国のお客さんが来てくれて、今あちらこちら皆さんのそばで物を食べる、物を買う、そういう形で消費につながっていっているんです。これも大阪府と大阪市が今までねバラバラの時はできませんでした。なぜできたのか、なぜ大阪にこれだけ人が来るようになったのか、大阪を売り出したんですよ。一体になって売り出し方どうしたの、皆さん大阪城で世界が注目するバイクのモトクロスの大会が大阪でも2回開かれました。日本で行われたのは初めてなんです。でこれは実は平松市長の時もやりたい、レッドブルという会社がやりたいと言ってた、でもできなかったんです。なぜか、大阪城というのは文化財ですからね、この文化財を扱うには大阪府が一緒になって霞が関文化庁と交渉しなければならない。文化財を痛めるようなことになったらもうダメで、平松市長、橋本知事時代は平松さんはもういちいちそんな大阪府に相談するのもいいや、もうとにかく文化財は大切に大切に守っておこう、一切何も使わないでおこう、こういう話。僕たちは違います。世界の何百万人の人が注目をする、
そういうビッグイベント、できるだけやりたい、どうやってやったら、どうすればやれるのかっていうのを、大阪府と大阪市一体で、もう役人も知恵を振り絞って、で文化庁と交渉して大阪府が、それでこのイベントを引っ張ってきました。当たりましたね、きちっと。もうネットの社会ですよ。大阪城をバックに、まあ、あのモトクロスのバイクがもう大阪城の上をバーンと飛んでいくんですよ。その映像、画像がですね、ネットでもう何百万という人に見ていただいて、これどこ、日本、東京じゃないよね、この城はどこ、大阪城、大阪一回行ってみたいよね、こういう形でどん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 大阪という名前をね、売り出すことに成功した。だから東京以上に今人が増えてきてるんです。人が増えてきてる。これもね、バラバラではできません。でこれから僕たちは2020年あのオリンピックを目指してね、今、まあ、500万人超えたところ、本当は2020年に600万人目標にする、この目標数値をドーンと引き上げます。1000万人程度まで引き上げて、とにかく大阪に人が集まってにぎわう、まあそれぞれのエリアで、まあ食事をする、ものをお土産を買う、ね、ホテルを使ってもらう、そういう形で大阪の消費をぐーんと引き上げていきたい。だから今はサービス業は少しずつ景気良くなっているんです。というのもね、これで一番今、まあ目に見えて良くなってきたのは、あの黒門市場です。黒門市場もね、日本人の消費だけではなかなかね、いいもんを置いててもなかなか売れない。そうや、今黒門市場行ったらね、外国のお客さん、まあみんなね、まああの市場の中でね、あのテーブル並べて、天下食べて、ウニ食べてね、まあバンバン消費してますよ。で黒門市場の人たちがついこの間市役所を訪れて、橋本市長のところ、いやー橋本さん、よう儲かった、ありがとう、これ少ないけど取っといて、大阪市に1000万円寄付ですよ。すごい寄付で、これをまたね、教育だとか、うん、その恵まれない子供たちだとか、そういうところに税じゃないんでね、寄付でいただいたもん、またそういう人たちに、しっかりと手当てをしていける、まあ、こういう風に変わってきてるんです。今この変わってきてる状態を、さっき吉村君が言いましたけど、吉村候補予定者、昔の、まあとにかく大阪府と大阪市、もう顔を合わせれば喧嘩、知事と市長は口きかない、ね、そういう昔のあの古いそういう大阪に逆戻りさすのか、今やってることを前へ進めていって、まさに東京都二極と呼ばれるそういう大阪をこれから作り上げていくのかというのが我々の考え方なんです。サービス業が良くなってきた、今度はね、僕たち今考えてる、製造業の皆さんを応援したい、製造業の皆さん、大阪の中小企業の主役だ、本当に技術が高いんです。要は人工衛星飛ばせる、そういう技術も持ってる、そしてあの東京のスカイツリーというあのビルができたのも、大阪の中小企業が緩まないネジというの、これを開発したからあのビルが建ってるんです。それぐらいね、大阪の製造業というのは力があるけど、今はまだ、製造業の皆さんがなかなか、仕事が多い、業績が回復してきた、そういう状態にはならない。それは何かというのは、やっぱ新しい新製品、世界がびっくりするような新製品をちょっと開発ができていないというところなんですね。でこういうところをどうやって応援していくか、もうこれも具体的に大阪府大阪市話し合って決める。こういう新しい新商品、新製品を生み出すためには、研究機関、日本でナンバーワンのものづくりを応援する研究所が必要だよね、ということを考えました。大阪府にある、僕が今あの所管している産業技術研究所というのがあるんです。で大阪市には大阪市工業技術研究所というのがあるんです。これこの狭い大阪のエリアに大阪府大阪市それぞれバラバラ、これは大阪府の方の産業技術研究所というのは得意分野として、
部品をどう組み合わせればどういう動きになるのかとか、それからそういう部品を欲しがっている大手メーカーはどのぐらいあるのか、そういう今までの調査研究した資料がもうそういうのが積み上がってる。大阪市の方は工業技術研究所、今言ったその部品、この部品を一体どういう素材で作ればいいのか、要はその重さが軽い方がいいなら樹脂にするのか、もうとにかく硬い金属が必要と、強固なものが必要ということであればね、ということであればチタンがいいのかアルミがいいのか、そういうふうな研究の成果が積み上がっている。この2つの、ね、研究所を1つにまとめればスーパー高血圧研究所になるんです。だからこういうのをもう大阪府と大阪市まとめ上げてきたんです。まとめ上げてきたのが全てここの表に出来上がっております。これらが大阪の成長のために必要な大阪府と大阪市で、これもあの話し合いで取りまとめた役所同士はこうすることで大阪が成長するというのを確信して積み上げてまとめ上げたもんなんです。で、5月の17日なんです。僕たちはもうこれまとめ上げてますんでね、まとめ上げてるんで、これを一挙に進めていこう。そのためには役所の仕組みシステム、これを変えていこうと考えたのが大阪都構想。5月の17日には、大阪都構想については大阪市民の皆さんのご理解が得れませんでした。これはね、僕らも選挙で選ばれる身です。やっぱり民意を大切にする、その出た結果を真摯に受け止めて謙虚になる、当たり前のことです。だからあの大阪都構想一度廃案になりました。それは納得をいたしました。でもその時に要はこれら大阪の成長のための大阪府と大阪市の統合の案件、このこれらをですね、自民党はまさに柳野さんはねこう言ってた。これらは制度を変えなくても話し合いでできる、大阪会議という話し合いでこういうことを解決していきましょうよというのが彼の主張でした。そして大勢の皆さんが話し合いでできるんなら何もコストかけずに、まああまり争うことなく、まあそこでうまくまとまって話し合いで決めてよという答えが69万の賛成と70万の反対票だった。だからそれを僕たちは真摯に受け止めて大阪会議スタートをさせた。7月24日です。僕たちはそれまで会議では話し合いではこういうことは全て解決しませんよということを言い続けた。それはなぜかというと昭和54年ぐらいからね、大阪府と大阪市っていうのは話し合いずっとやってるんです。あの大田知事時代磯村さんの時、市長がその時もずっと話し合いしてた。その話し合いするため の, あのその課題は信用保証協会、これすら10年話し合いして一体化できなかった。今僕と橋本市長でそれはやりました。でもこれ全てというと話し合いではこれ解決できない、そういう思いだったんで制度を変えましょう、こういう話したんですけど、まあそれは議決をされたんで話し合いの場に出まして、大阪会議の場に1月24日、そして僕はね確かめました。まあ改めて確認だけさせてください。その大阪会議、この大阪会議っていうのは大阪都構想の対案でしたね。大阪都構想の対案ということをしっかりと明記することで、そこで確認することで先ほど言った統合案件が議題に上るわけです。統合案件だから7月24日第1回会議でそれを確認すれば、まあ彼らはこう言いましたね。何を言うてんねん、いつまでも大阪会議っていうのは大阪会議、大阪都構想の対案ではないっていう。そうや、どういう意味ですかと。いや、あなた方が5月17日まで大阪会議、大阪都構想の対案やと言ってたでしょ、こういうふうに聞き返し、まあもうね耳を疑うというか、わけがわからんというかね、こう言った。いや、5月の17日まで対案やった。そうそう、17日まで。怖いな。要は5月の17日まで大阪都構想っていう案があった。
その案に対して対案が、5月の17日に大阪都構想のその案が否決、廃案になった時に、我々が言ってた大阪会議が対案やというのも一緒に消えてなくなったんやと。そんな通るかいな。そんなね、バカな理屈は通らないんですよ、これは。これ有権者を騙したことになります。そうや、まあ、これはね、あの僕たちもだから同じ設計図を皆さんに決めてもらおうとはもう思っておりません。やっぱり自分たちも反省しなければならない。やっぱあの設計図に対して不満だと言われる方は70万人いらっしゃって、その70万人の皆さん、そして賛成してくれた69万人の皆さんにもね、もう一度、今僕と橋本市長の時代はね、やっぱりこの4年という任期の中で急ぎすぎたところがあります。この設計図を作るというのは4年前のダブル選挙の約束ですから、急ぎすぎたところある。そこで足りなかったのは住民の皆さんと膝詰め談判で、あの話し合いをして意見を取り入れるところ、この時間がどうしても4年という部分では取れなかった。今度は吉村さんと僕になればね、4年間この4年の中で3年程度時間かけてね、どこがおかしかったでしょうか、皆さんの思いはどうでしょうか、例えば区の名前、この区の名前に不満があったとか、例えばその区割りの線引き、これが不満あったとか、また人自治体の事業としてこの部分をもっと取り入れてほしいとか、そういうのをね、僕と吉村、この2人になればそれをね、もう3年かけて皆さんと膝詰め談判でね、新しい設計図を作っていきたいです。そして了解いただいた上でね、もう一度決めていただきたい。でもここで我々が今知事と市長をやらせていただいているが、それが違う人になればね、もう話し合い話し合い話し合いで結局は答えを出さない。昔の大阪府知事、大阪市長の時代、要は太田さん、磯村さん、その以前平松さん、橋本さん、その時の話し合いはしても全くものを決めない。5年、10年、20年答えを出さない、その昔の大阪に戻ってしまうんです。これをね、戻さないためにもう一度、まあ僕と吉村でね、時間くださいよ、これをやらせてください。これをね、一度しっかりもう一度ね、僕と吉村でやらせてもらって、今少し大阪回復基調になってきた、人も増えてきた、この大阪を、まあ、吉村さんもずっと言ってるようにね、まあ東京ともうとにかく切磋琢磨でき、二極と呼ばれる大都市大阪、そういう風に世界からね、そういう風に見られる、そういう大阪をね、ぜひ皆さんと一緒に作っていきたいと思います。西成に真正面から僕ら向き合ってきました。西成、間違いなく変わっていきます。もうこの住みやすい市、大阪の中で本当に今までのマイナスのイメージ全部吹っ飛ばしてね、このプラスのイメージの、そういう街に今変わりつつあるんです。これをこのまま続けさせてください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。では、橋本。